後ろ行って、ママの後ろ行って、じゃあママの後ろ。よし。あ、ドラえもんいるね。
塩も増えないさ。
だからもう俺も同士で行きましょうって言ってるんですよ。あ、最初から同士で行きねえよ。サードスラで連れてもらってないですけど、同士で行くって言ってるけど、そう言われたら、そうやったらもう俺がずっと俺に楽しんでるしてって、やったらみんな納得するってなるから、ね、そう、自分の先輩はみんな。そりゃそうでしょ。俺が紹介に任せてるから。それが一番まんまね。ハミゲじゃないですか。ハミゲ。じゃあ、それだったら、よく言うと、だから、自信に、これやってから、自信に楽しようやってて、それでいいやろ。だから、俺が勝ったんだ、お前も。全身にコスチュームしていったら、あ、そうなんや。そうそう。早い、早い、それ知ってたら、え、知らんかった？知らんかった。なんかホームページかなんか。あ、そうな？もらって、今日はディズニーオンアイスで、なんか全身コスチュームしていったらなんかもらえるんだそうですけど、ママは忘れてたらしい、っていうか気づかなかったらしい。
抱っこ？マジか。はい、せーの、よいしょっと。何を例えば食べ物とか、ああ、でも中で売ってるから高いよ。多分高いやろうな。パパ持っとくの？あ、そう。そう。無理やな。おお。ゆっくり行こう、ゆっくり。時間はいっぱいあるから。そうやな。でもずらーって並んでたわ。入り口？うん。やっぱ今か今かと待ってるんちゃう。成績なのにな。
そうやで、今日行くで、今から。そうやで、こっちやで。アイスまだ売ってないんじゃん。そうやろ。まあでも全身はなかったかな。うん。プリキュアの服とかあったわ。あれが変わっ、うん、あ、そうか言ったか。プリキュアはだってディズニーじゃないんじゃん。ディズニーじゃないか。ああ、なるほど。じゃないやったらしゃあないね。あ、でもあれや、あの、なんていうの、ティアラとかあるやん。ああ、ああ、で全身じゃないとわかんない。頭にティアラついてる。あ、わかんねえ、それ。あ、そう。あの全身じゃない、あんな感じでほら。あれ、アラジンのお姫様、なんて名前やったっけ。すごいな、歩きやすくて。そうやな、自分、歩きにくいやろうと思って。そうやな、下手したら手作りなんかな、俺。100均とかのでも合わせは作れそう。買う？じゃあ中買っていこうか、うん、ちょっとローソンです。ちなみに大阪城ホールはここです。はい、いっぱい並んでるのでちょっとローソンで買い物してから行きます。ここローソンあります。今日はディズニーオンアイスです。僕は実は初めてなんですね。これなんか全身のコスチューム着いたらなんかプレゼントもらえるみたいですけど、なんとなんとママはそれに気づいてなかったらしいです。ママが見つけたチケットなのに。よかったら参考にしてみてください。じゃあママの後ろついてって。
这个也不错。那你现在在东京给第一个来大阪了呢？これベビーカー預かり所だって、あるね。ああ本当だね。まあ大体あの2つはメインやしな。あ、どんなどっかで見たことあるんじゃんあれ。言うの待ってて。ソフィアの。同じのあるね。あ、すごいな。いいよ。こういうのあるよ。すごいな。ああ、1600円。あのポップコーンが1600円。なるほど。すごいな。お、あれや、アンダーザシーやるや、アンダーザシー。エレーナはだって、エレーナってでも、ディズニーやな。ああね、映画になってるかどうかじゃない。大阪城ホールでーす。来ました。